カライワシメは、甲骨魚類の分類群の一つ。ニカニ属ハッシュで構成される、小さなグループである。イセゴイ、アトランティックターポン、カライワシや多くの絶滅した魚類が含まれる。カライワシ目はウナギメや風船ウナギメなどと同様に、カライワシウワメに属し、レプトケファルス陽性と呼ばれる特徴的な死魚器を経て、成長する。熱帯から亜熱帯の浅い海域に分布し、時に、 淡水、汽水域にも進出する。唐岩石は日本列島において東京湾に流れ込む東京と北区内の河川でも確認されている。体型は岩種類に似てやや細長い。腹気が腹の位置にあること、鱗が円鱗であること、エラの開口部が広いことなどが本目魚類の特徴である。尾ひれは大きく、二股に分かれる。 カライワシモクはカライワシカおびイセゴイカのニカに属で構成される。ソトイワシカやギスカを本目に含む分類もあるなど分類体系には変化が見られる。イセゴイ。腹気は背びれの真下にあるアトランティックターポン。腹気は背びれより前方にあるカライワシカエロピディは一族六種を含む。属以下の分類方法については知見が乏しく研究者によって 種の数に変動が見られる。伊勢声かメダラパディは一族二種。背びれの一番後ろの南条が細長く伸びる点が、殻らよ足かと異なる。伊勢声は、腹気の前端が背びれの真下にあるのに対し、ターポンは背びれより前に位置している。他の違いとしては、背びれのヒレ上数、椎骨の数が、伊勢声の方が多いことなどがある。ありがとうございます。